く撮れてるじゃん。うわ、この霞白目だ。なにこの顔、ひでー。なんだよ、いつからそこにいたんだよ。いきなり後ろから声かけるなって、気配消しすぎ。アサシンの血でも引いてるのかって感じだし。はあ、楽しそうな顔、私がしてない、全然してない。え、これは見てわかるだろう、写真だけど。分かったよ、何の写真かちゃんと教えるよ。でも一つ約束、教える代わりに私が写真見てたとか絶対かすみたちに言っちゃダメだからな。分かった？うん、ならいいけど。この写真はさ、この間みんなで花火を見に行った時に撮ったやつなんだ。そうなんだよ、偶然みんな浴衣だったんだ。やっぱり花火大会って言ったら浴衣だよな。なあなあ、ちょっと聞いてみたいんだけど、この中だったら誰が一番浴衣似合ってる？全員って即答かよ。盛り上がんねえな。もうちょっとなんか面白い答え方ないわけ？ま、いっか。そういえば花火大会行ったの？そっか、仕事じゃしゃあないね。そうしたら私たちの写真を見せてあげるから、花火大会の気分を味わいなよ。ほら、結構よく撮れてるでしょ。この一枚なんてマジですごくない？花火の迫力、臨場感っていうの。言っとくけど、なかなかこんなに綺麗には撮れないからね。なんたって花火大会ってすごい数の人来るじゃん。だから感謝して見てほしいわけ。それだけ迫力のある写真は多分あの場所じゃないと撮れないと思うし。まあ、なんつうの、私の秘密の場所っていうのかな、そういうのがあるわけ。そこから撮った写真だから。うん、みんなで花火見たのもそこだけど、そこに行き着くまでめちゃめちゃ大変だったんだから。霞とリミは突然どこかに行っちゃうし、サーヤもはぐれちゃうしさ。けど結局私の秘密の場所で偶然再会したわけ。そんな偶然ありえると思う？どうしてわかったんだって聞いたら、なんかサーヤとおたえは私の性格とか考えてその場所だって思ったんだって。その二人が考えた私の性格ってのがひねくれてるってことらしいんだけど、結構ひどくない？あの時はなんとなくあの雰囲気に流されて追求しなかったけど、そう思うだろ？でもま、いいか。うん、今回だけはあの花火に免じて許してやろう。私は心が広いからな。けどあの私の秘密の場所を誰かに教えるなんて自分でも思わなかったな。ずっと私だけの場所だったからさ、あそこに行けば花火を独り占めできるから誰にも教えたくないって思ってたんだ。なんかそういうのってない？応援してたマイナーバンドがだんだん売れてくるとちょっと気持ちが離れちゃうみたいな。だけど今回はなんかそういうのがなくて自然に教えちゃったんだよな。ただそのおかげで今年の花火は本当に賑やかだった。賑やかっつうか、うるさかった。霞なんて花火に向かって「たまや!」とか言うし。ちょっと聞きたいんだけど、実際に見たことある？花火見て「たまや!」って叫んでる人だよね。そんなやついないでしょ。もしいたら江戸時代かって感じじゃん。でさ、そのうち私にも一緒に家とか言い出すし。はあ、言うわけねえじゃん。言ってない、私は絶対に言ってない。私は言ってないけどサーヤは言ってた。しかも途中でアドリブ聞かせて「パンヤー」とか言ってんので、かすみが「サーヤー」とか言っちゃって。アホだわあいつら。うん、当然来年もあそこ
こで一緒に見るつもりだけど。え？無理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 、それは教えられないに決まってるじゃん。悪いけど諦めてください。なんだってあの場所は私のじゃなくてポピパの秘密の場所だからな。